はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョでございます。都市伝説ハッカーシリーズの動画を上げていこうかなと思います。かなり久しぶりですね。今回はですね、まあ最近出たハッカーではなく、まあ結構有名昔からある都市伝説になっております。まずタイトルがブロックスウォッチって言いますね。ブロックスウォッチっていうハッカーグループがあるみたいなので、今回はそれをちょっとね調べていきたいかなと思います。見ないで、特に赤い目らしい、この一文が書かれていますね。この文の意味をこれから解説していきたいと思いますので、まずは皆さん高評価を押していただけるとすごく嬉しいのと、あと感想コメントですね、いっぱい書いていただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。ブロックスウォッチっていうものは、ジョン・ドゥやジェーン・ドゥ、そしてですね、ザ・コミュニティの直後に認知され始めたロブロックスハッカーグループであると。ジョン・ドゥ、ジェーン・ドゥの動画を上げましたよね。ザ・コミュニティっていうのが初めてだよね。まあ、これはね、ちょっと時間が余ったら後半紹介したいかなと思います。まあ、そういうなんか人物がいるんですよ。そのぐらいの時期に噂されたハッカーグループであると。まあ、結構昔なんちゃうんかな。噂によると、ロブロックスゲームをプレイしている時に、白目と赤目のペアが見えることがあると。まあ、白い目と赤い目だね。その目を見る、かつそこに近づくとロブロックスアカウントがバンされる、かつ IP バンもされて二度とロブロックスできなくなりますよっていう噂が広まったみたいです。でその後にそのマップができたっぽい、全く別のものになった結果、なんかマップができて特定のユーザー名のみが入れるグループってのが作成された。これがブロックスウォッチ、ロブロックスハッカーグループだということですね。はい、ということで皆さん、まずですね、ブロックスウォッチの概要を説明していきましょうか。ブロックスウォッチの目はゲーム内の夜間、夜のマップに特定のロブロックスゲームを遊ぶことによって見つけることができますよと。白い目または赤い目のペアであると説明されています。その目をもしも見てしまった場合、うわこれブロックスウォッチじゃないのかってなった場合は、今すぐにその場を離れてすぐにゲームを終わらせることを推奨するというふうに書かれていますね。でなんでこういう噂が広まったかっていうと、2017年の6月に2人の会話のメッセージログが利用可能になった時まで遡ると、この2人がロブロックス高校、ロブロックスハイスクールっていうマップでそのブロックスウォッチの目を見つけたと。その際の会話っていうのが広まって、なんやこれって感じになったみたいですね。はい、皆さんこちらですね、ロブロックスハイスクール2017年6月7日のチャットログ残っているみたいなので読んでいきましょう。変な目を見つけたぞ。それは何ですか？ねえ、どこに行ったの？逃げろ、なんてこったまあこれ日本語に翻訳してからこうなってるんだけど、本来は英語ですよ。このチャットの後にこの2人のプレイヤーってのはロブロックスデータベースから削除、要はバンされたというふうに言われています。目を見ること自体がダメなんやろうね。ブロックスウォッチの目を見た瞬間にもウェブサイトから削除やから、もうアカウントバンされてると。で近づいたら IP もバンされると。ブロックスウォッチのメッセージログを共有した人っていうのは、他にもワークアットアピザかな、ワークアットザピザで、その目を見た瞬間にそのコンピューターの時計、パソコンの時計が2004年の1月30日午前7時43分に変わりましたと。だからリリチョの画面の右下ですね。多分コンピューターだからパソコンってことだよね。このパソコンの時間がいきなり2004年の1月30日に変更したと。で、トリビアですね、トリビア。まあ、こういう噂がありますよということで、ブロックスウォッチの目ってのはまずロブロックスの管理者か、またハッカーによって作成されたんじゃないかと言われています。で、そのブロックスウォッチの目を見ると、その在庫からロバックスやアイテムが盗まれる可能性があるという噂があるみたい。買ったロバックスがなくなってんだけど、あれ買ったアイテムなくなってんだけどみたいなことがあるみたい。で、そのブロックスウォッチの目を見続けると何か悪いことが起こりますよと。はい、皆さん見てください。はい、これブロックスウォッチのグループになっています。調べただけでも1,2,3,4,4 グループあるね。どれもすごいぞ。ほら2万人いたりとか、36,000人、7,000人、はい、3万人かな。なんかえげつないぐらいどこのグループもあるんよね。はい、じゃあまずこちら、ブロックスウォッチコーポレーション見ていきましょうか。詳細。それらのロバックス詐欺のいずれにも巻き込まないでください。彼らは本物ではありません。私はハッキングをする義務はありません。私はこのグループを管理しているだけだと。私はこのグループを作っていない。他の所有者はロブロックスやっていないので私が見ている。それは引っかからないでくださいということで、噂が広まっているわけじゃないですか。だからそういう感じで言われてるんだけど、いや、このグループはもともと別の人間が作ったわけで、今私は管理してるんだけど、まあ、違いますよという感じかな。公式って何？じゃあこれ本物ってこと？あ、でもアカウントないわ。
ブロックスウォッチ HQ っていうマップがあるぞ。あ、これ入れそうだから後で入りましょうか。はい、皆さん、今からですね、何枚か、写真を撮ってるみたいです。ブロックスウォッチ見ましたよっていう写真があるみたいなので、それ見ていきましょうか。まずこちらですね。何のマップなんだろう、これわかんないんだけど、ほら、ここ。これがブロックスウォッチの目みたいな。これなんか付け出されてない？ここだけ四角になってるぞ。多分、エリアの中の穴から覗いていたってこと？はい、ジョージーみたいな感じ。はい、で、次、こちらの画像ですね。これなんだ？エスケープザナイトみたいな感じだっけな。2A って書いてるよね。なんか逃げる系のゲームだよね。で、ほら、白い目と赤い目が映ってますと。これ本当なのかな？付け足すこともできると思うんだけど、まあ一応そういう風に言われています。偶然映っていたらしい。こんな感じで。あとこれ皆さん、ストップイットスレンダーってマップやったじゃん。この前、スレンダーマン VS 動画班ってやつ。あそこのところにもいるらしい。ほら、白い目が映ってん。これ赤い目はないですね。白い目が映っちゃってるらしいよ。こんな感じで。レイザーベイビーだから、多分赤ちゃんを育てるゲームだと思うんだけど、こんな感じで左上にちょっと映ったりしますよね。こんな感じで目撃情報っていうのがかなりたくさん出ていますね。でも皆さん、だから白い目とか赤い目、もしも見たことあるんだったら皆さんコメント欄で教えてください。まあ、いないと思うけど。ブロックスウォッチ関連のマップがあるみたいなので、入っていこうかなと思います。もう赤い目がめっちゃ映ってるね。はい。ということでやってまいりました。行きましょうか。他のプレイヤーいるね。海外に行きいるね。はーい。うん、無視すんな、お前。うん。これブロックスウォッチの何なんだろう、ハッカーグループなんで、一応これもハッカーみたいな感じなんかな。触ったら、あ、ブロックスウォッチの光ってやつがあるわ。たっか150ロバックスだって。これはブロックスウォッチのハット。あー、このパターンか。これあれだよ、多分アイテムを全部買ったら我々ブロックスウォッチのグループに入れてあげるよと。要は入るためには課金してねみたいな感じなんだね。お金を払うことによって入れるみたいな感じなんかな。地下とか行けそうだね。ちょっとまず地下行ってみようか。地下にはパソコンがあるぐらいだから、まあ人がいるとかじゃないね。まあ相当昔の都市伝説だからな。まあ今は特に動いてないのかもしれないけど、エンター6デジットコード。どういうこと？ 6 桁のコードを打ち込めっつってる。え？どういうことこれ？わかんないんだけど。6桁の暗号かなんかを打ち込むことによって、まあ隠し扉に行けますよと。まあ多分これハッカーグループじゃないとわかんないんじゃない？ブロックスウォッチに入らないとわかんないのかもしれないね。で、この上の方にもなんかあるぞ。これは？触れる？これ。触れたりはしないんだね。パソコンがあるぐらいだから、ここは何もありませんと。じゃあ、屋上行ってみようか。上上がるよ。はい。上に上がっても、ま、特に何もなかったね。ってなると、やっぱ地下だね。地下の暗号ってのを知る必要があるわ。皆さん、ネットで探してきました。6桁のコード発見したわ。693074だって。693074。はい、行くよ。あ、いたわ。いけたいけた。何？やってくるやってくるやってくる。え？どういうこと？プレイヤーじゃない。え？出られなくなったわ。閉じ込められた。待機中のインプットということで、話しかけられはしないのか。エングラーブ D って人だね。これ検索かけてみようか。じゃあ、はい、皆さん調べました。こちらの ID が出てきましたね。エングラーブ D さん。あ、3000人もフォロワー数いるんだ。ウォッチ見ているぞと。頭やかんやけどね。このマップを作った人だ。みんな制作者だ。制作者が出てきたわ。まあ、どういう意味なのかわかんないんだけど、まあ、こういうマップですね。グルーブ検索した際に出てきたブロックスウォッチ HQ、カッコ2を見ていこうかなと思います。作成日2017年ですね。アップデート全然入れとらんな。いただきました。We are still here. 私たちはここにいるみたいな感じかな。これリーダーなんかな？かっこいいね、なんかね。頭にフードかぶって。またじゃん、これ。Do not open door. 扉を開くなという感じで、またまたパスワード入力しないといけないみたいだ。さっきと同じでいいんですかね。まあ、後でまたネットで調べましょうか。で、まあ、同じ通りな建物がありまして、地下はいけるんかな？地下。今回なんか血が出てるぞ。さっきと違うわ。オープンドア。あ、これさっきのところじゃない？みんな。またまた私、ネットで調べてきましたよ。とりあえず、地下のやつより前に、ここ、先にやっていくわ。このパスコード分かりました。666166だったって。あ、もう行けなくなってんの？はい、ということで皆さん見てください。もう押せなくなってるわ。これ YouTube の画像なんだけど、ほら、666って書いてる。ブロックスウォッチってフリーメイソンと関係してるってことかな。俺もまあ多分さっきと同じなんかな。I love the white eyes。あ、私は白い目が好きですと。すべての動きをコントロールしている。白い目っていうのが全部コントロールしているって書いてるね。で、これは？これなんかの戦車のイラストと、これなんやろうね。
なんで書いてあるこれ、リーブ、ん？わかんない、英語読めねえわ。地下のパスワードがさ、わかんなかった。まあ俺の調査不足かもしれないけど、まあ分かった方がいれば皆さん入ってみてくださいね。これなんだみんな、 Only True Hackers Exploiters みたいな感じで Can get into here、 ここに入ってくれだって。ハッカーは入れますよってことか。俺ハッカーじゃないけど入れる？あ、入れないね。ハッカーにならないとこの中には入れませんよと。で、入ったら何かしらのことが起こるんやろうね。まあ、私、リリチは普通に実況者なんで入れないね。はい、皆さん、以上がブロックスウォッチでした。まあ、信じるか信じないかはあなた次第ってことなんですけれども、一応、ネット上じゃデマって書かれてる。多分これ、嘘って書かれてるんで、まあ、本当かどうかないんですけど、まあ、実際その白い目とか赤い目、このブロックスウォッチの名前を使って、まあ、本当にアカウントを乗っ取ろうとする輩はいるのは事実なので、皆さんね、まあ、気をつけていきましょうという感じですね。で、皆さん、ちょっとブロックスウォッチだけだとね、ちょっと時間が余ったと思うんで、こちら、ザ・コミュニティについても今回ね、紹介していきたいかなと思います。こちらね、コメント欄に、紹介してくれよ、リリチョウさんっていうのがかなり多かったです。ちょうどね、まあ、ブロックスウォッチと同時期に出てきた、このザ・コミュニティって何ぞやっていうと、ジョン・ドゥ・ジェーン・ドゥの3月18日理論っていうのを支持した人間です。簡単に言うと。もともと運営が作ったテストアカウントだったんですよ。突如、そのジョン・ドゥ・ジェーン・ドゥがオンラインになったりしたから、これワンチャンハッカーに乗っ取られたんじゃねえのと。で、ジョン・ドゥ・ジェーン・ドゥがいろいろな人間をハックし始めるんじゃないかみたいな噂が立ったんですよ。まあそういう話があるんですけれども、いや、ジョン・ドゥ・ジェーン・ドゥはこの3月18日に何かしてくるんだよっていうのを広めた人間なんですかね、簡単に言うと。ロブロックスのバグに乗じて、そのジョン・ドゥやジェーン・ドゥと友達になっていると。さらに、ハッカーの 1×1×1×1 とも友達になっていると。このバグがあったみたい。なんだけど、全部嘘だったってわけですね。で、こちらがザ・コミュニティみたいです。ブロックスウォッチと同時期に出てきた、これハッカーじゃないよね。まあ、あくまでも噂を広めた人間ですよね。ザ・コミュニティの元の所有者で、ジョンやジェーン・ドゥ 1×1×1×1、その他、大人数が友達になったアカウントですと。はい。ということで皆さん以上になります。今回はブロックスウォッチと、まあ、ザ・コミュニティの紹介をしました。いかがでしたでしょうか。まあ、あくまでも都市伝説なんで、まあ、何でもいいんですけど、信じるか信じないかはあなた次第なんですけれども、白い目とか赤い目を見た人間っていうのはね、少し気をつけた方がいいのかもしれません。まあ、夜のマップは危ないかもしれませんよ。そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。Thank you.